ターなんですけれども、今申し上げたようにレーザーセンサーなんですけれども、この中にレーザーを 0.1 秒に1回転しながら、このライダーだと40本のレーザーを照射して、その照射したレーザーが物体に当たって、跳ね返ってくる、時間で速度で、その物体との距離を、判断したりであるとか、その跳ね返りの角度とかでその物体がどんな形をしているのかというのを判断します。車両自体は、静岡にある田島モーターコーポレーションさんというの会社です。 GSM8 というベースの車両が緑の直方体の物体が、自動車です。今ちょうど交差する道路にの車が通っているんですけれども、ルートを塞ぐような形になると、赤く、表示されて、走行できませんというような形になっています。前方の車両を障害物として認識しているような形で、前方の車両が今発進したので、順次に走行開始しました。対向の接車もルート上に入ったら止まるんですけれども、本当に間近で右折されたりすると危ないので、状況に応じて、ブレーキ踏む場合がございます。このちょうど走行している車両ですね、ちょっと速いスピードだと分かりづらいんですけれども、走行して動いているものだと、何キロで走行移動しているか、またその移動している物体よく見ていただくと、なんか緑色の実線と、丸がですね表示されているんですけど、紫色だったりするのもあるんですけども、この前方に出ている線がその移動している物体の、移動する予測経路になります。一番最初の接車のところってすごい見通し悪くて、もうライダーでも全然その見通せないような位置からの、あの飛び出しとか検知できる場合には、例えば、電柱に、カメラセンサーを置いて、その電柱から自動運転車両に対して、今車来てます、歩行者来てます、電車来てますっていう情報を送って、その情報を組み合わせて、安全確認して進行するけど、はい、まあ、インフラ連携とかっていうのがありまして、整備だったり、バイクドネットセクターっていうのは民間の企業に入りながらですね、構築していく。